ご質問の多かったハイドロカルチャーの水替えについて急いで動画作りました。この季節水が腐るのも怖いので、私は3日に1度ほど水替え、全部ね水を交換しています。その様子はこちらになります。まずはマコヤナから。こちらの底に溜めてある水を捨てます。だいたい私は 2,3 日に1回水を交換しているので、そんなに汚れてはいませんが、気になるのでとてもよく洗ってしまいます。そして次に本体の方、上から水をよくかけて、植物にもね水をよくかけるようにしています。病害虫対策になりますよね。その後ハイドロボールの方も洗うぐらい上から水をたっぷりかけて清潔さを保っています。これちょっと動画だと水流強く見えますが弱です。そして器にお水をためてセットすれば出来上がりです。こちらはダイソーの底面給水鉢にハイドロカルチャーにしたものになります。あの撮影から3日経ちます。もうそこ汚れていましたね。お水でよく洗って、そして本体の方もねお水をよく上からジャブジャブかけて下まで流れ出すように入れてください。ごめんなさい、こちらハイドロボール中粒で仕立てていますが、水の上がりがあまり良くないので小粒がおすすめです。お水は上からねこういう時は入れてしまいます。しっかりお水を入れて出来上がりです。どの植物も今春の季節、気温がどんどん高くなってきたので3日に1度ほど水を交換していますが、真夏になってもっと気温が高くなったら水替え頻度もっと短くしています。